今回はストレスによる抜け毛というテーマでお話しします。こんにちは、長塚漢方堂です。腎気は細胞分裂を必要とする働きと深く関連しています。そのため髪の毛を増殖させるための細胞分裂を力強くするためには毛母細胞の腎気を高めることが大切です。しかしストレスによって気が滞ってしまうと、様々な不具合によって毛母細胞の腎気は弱り抜け毛になります。ストレスによって起こりやすい頭皮の不具合には、血流の悪化、熱と乾燥、ドロドロと煮詰まるなどがよく見られます。まず一つ目は血流の悪化。毛母細胞の細胞分裂を支えるためには豊富な血液の供給が必要です。しかし頭皮は体の最も上の方にあるために、ただでさえ栄養が届きにくい場所です。そのためストレスで気が滞ることで血液の巡りが悪くなると、毛母細胞を支えるための血液の供給が断たれ、髪の毛は細く弱くなってしまいます。続いて2つ目は熱と乾燥。熱や乾燥によって毛母細胞がダメージを受けます。熱によって頭皮が乾燥すると毛母細胞への血流が悪化します。というのも血液の液体成分が乾燥してしまうので、血液がドロドロの状態になるからです。この状態では干上がった川に浮かべた船のようになりますので、船は動けなくなり、船に乗せている荷物を運ぶことができなくなります。この場合の荷物は酸素や栄養ということになりますので、毛母細胞へは栄養もエネルギーも届かなくなり、だんだんと弱っていきます。そして3つ目はドロドロと煮詰まる。多すぎる皮脂によっても毛母細胞への血流が悪化します。頭皮が油っぽく感じだした、匂いがきつく感じるようになってきたなどは過剰に分泌された皮脂が原因です。過剰な皮脂は毛穴を詰まらせ、ブドウ球菌などの悪玉菌を繁殖させる原因ともなりますので、頭皮の環境が悪化、抜け毛になりやすい土台を作ることになります。これらは食事の不摂生によって取り込まれた食べ物と気体による熱が結びつくことで起こります。脂っこいものや味の濃厚なもの、あるいは食べ過ぎによって体の中に必要以上に持ち込まれた食べ物は体の中で停滞します。その停滞したものが気体により生じた熱によって煮詰められると、ドロドロした状態に変化し、様々な不具合の原因となります。また毛母細胞へと通じる毛細血管を圧迫することでも抜け毛になってしまいます。特にストレスを感じやすいと異常に食欲が爆発することがありますので、それを避けるためにも上手にストレスを解消する必要があります。ではこれらを踏まえて抜け毛を改善する方法を解説いたします。ストレスや抜け毛の他に、目が疲れる、手足が冷える、雨の日に体が重いのような体質的な特徴がある方を想定します。まず目の疲れを感じやすい特徴と抜け毛を関連させて見てみます。先ほども言いましたが、髪の毛を増殖させるためには毛母細胞の活発な活動が必要で、それには腎気が鍵になります。その腎気を支えるためには血液の供給が重要ですが、目が疲れるとありますので、体の上の方では血液の不足があると考えます。というのも目の見るという機能は腎気との関係が深いのですが、それを支えるエネルギーもやはり血液によって供給されています。寝不足や目の使いすぎなどで目の周囲が乾燥したり熱が生じると、血液の供給が滞り、腎気の機能が低下して眼精疲労になります。つまり抜け毛と目の疲れの2つから、体の上の方では血液の供給不足が生じていることがわかります。続いては雨の日に体が重い原因ですが、体の中に余分な水分が停滞していると雨の日に体調が悪化します。東洋医学では外部からの影響を外邪といい、6種類あるので6因と言います。その中で体の中の余分な水分に大きく影響する外邪は湿です。湿は水の性質と同じ気に同調しますので、体の中に余分な水分が充満しているとその影響を強く受けるようになります。特徴としてよく見られるのは重だるさ、冷たさ、むくみなどで、水の重い性質から体の下の方に症状が現れます。湿によって陽気が圧迫されると気血の巡りが悪化しますので、
余分な水分が停滞していると雨の日に重だるく感じることとなります。このことから体の中には余分な水分が停滞していることが考えられます。そして手足が冷える原因には体全体が冷えている場合と気の滞りによる場合とがあります。体全体が冷えていると手足に熱を持っていく余力がないので冷えます。冬の寒い時期など末端部の毛細血管を閉じることで体の熱を逃がさないようにしていますが、これは体全体が冷えている方の場合、ただでさえ少ない熱をどんどんと逃がしてしまうことで健康を維持することが困難になるからです。また気の滞りによっても手足が冷える場合があります。気の滞りによって体の末端部にまで血液や熱が届けられないことが原因でも手足が冷えますが、この場合中心部には気血が充満しているので熱が過剰になりやすく顔のほてりなどになることがあります。これらをまとめると、目の疲れがあるので血液が体の上の方には足りていませんが、血液を上に運ぶためには腎気の熱による運搬の原動力と穏やかで力強い気の巡りが重要です。ここで腎気の熱の様子を見てみますと、手足の冷えがあります。ついで気の滞りの面から手足の冷えを見てみますと、顔のほてりなどがありませんので腎気の熱があまり強くないことがわかります。また雨の日に体が重いことから、体の中には余分な水分が停滞しているようですので、巡りの悪い状態をますます悪化させることになります。これらのことから、紫玉散などで気の滞りを解消し、八味丸などで腎気の熱を補いながら余分な水分や熱は巡らせ、血液の材料を補充することで抜け毛を改善します。この例の場合、ストレスによる気の滞りを改善するだけでは血液を毛母細胞へと届けるための原動力の応援にはつながりません。そのため抜け毛の改善効果が出るまでには時間がかかるかもしれません。また余分な水分が停滞していることで原動力が圧迫されることと同時に、血液などの材料を届けることの邪魔にもなりますので、食生活の改善はとても大切です。もちろん過労や寝不足なども腎気を圧迫し、ストレスを強く感じやすくなりますので、ストレスによる抜け毛にお悩みの方は、まずはそのあたりの生活習慣を見直すことから始めてみてください。今回は以上です。このチャンネルでは漢方薬、気功、自然療法の考えから健康に心地よく暮らすための方法をお伝えしていますので、ご興味のある方はチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。